明日なんて言ってます。もううちの家族は一旦、お正月のため帰りました。カレーを食べてます。今日もやることがたくさん、10時か。至福の時、板橋駅なんですけど、焼きとん赤尾さん1900円ぐらいでちゃんと飲んで食べて、もう本当に至福の時です。よかった。今日は一人なんでね、夕飯はちょっとだけ、これでも自分にとっては豪華なんですけど、これからは書類を郵送で1個送るのと、南極に持ってくものを一つ買う。で、あとはいろいろと。Oh.